こんにちは、奥園敏子です。今日は万能鶏胸肉のネギ蒸しを作りたいと思います。万能鶏胸肉蒸しです。万能鶏胸肉と長ネギを合わせた簡単な蒸し物です。蒸し物言うてもそこは奥園流ですから、フライパン1個で簡単にできます。上手に蒸す方法を紹介します。蒸し物のいいところは旨味が逃げないのでね、その素材の美味しさそのものをねすごく味わうことができるんですよね。さらに今回のいいところはね、あらかじめ下準備ができるんですよね。万能鶏むね肉を仕込んどいてもらって、長ネギを切っといてもらう、そうしてもらうとね、もう仕上げるのはねもう5分もかかりません。ささっと作ってすぐにあったかいものが食べられる、ここもすごくいいところです。今回は後掛けのタレで味の変化を楽しめるようにしました。後掛けのタレのバリエーションも合わせて紹介します。では今回も楽しく作っていきましょう。材料です。まず鶏むね肉、塩、片栗粉、オリーブオイル、これで万能鶏むね肉になります。長ネギ、生姜、ニンニク、調味料として醤油、砂糖、ごま油などを使います。では万能鶏むね肉を作っていきます。これ何回もやっていますのでね、さっとおさらいしておきます。鶏むね肉は皮を取り、棒状に切ってから一口大のそぎ切りにします。包丁を引いて切るのがコツ。ポリ袋に入れ、塩、片栗粉、オリーブオイルの順に揉み込みます。全部混ざったら出来上がり。はい、これで万能鶏むね肉ができました。これがすでに作ってある人はここからのスタートです。ではネギを切っていきます。ネギは斜め薄切りにしていきます。まずここの端に根っこ落として、そして青いところも全部使うんですけれども、ここを先に落とします。そしてここはねゴミが溜まっているので、こういうふうにちょっとバラバラにして、先ここだけ洗います。こんな感じです。では斜め薄切りにしていきます。こんな感じです。斜めに切って線を断ち切って、そして薄切りにすることで火の通りも早くなります。そして青いところはちょっとギュッ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 って押さえて切ります。この緑の部分で、ね、栄養価が高いのと、あと全部入れるとね彩りも良くなるのでね、一気に全部使い切ってください。これで長ネギが切れました。では生姜を切っていきます。生姜は千切りにして入れていきます。あの生姜ってねチューブでもいいんですけれどもね、千切りにした生姜が歯に当たった時のその香りっていうのがねすごくいいので、千切りにしていきます。毎度おなじみ、ちょっとお尻のところをこういう風に落として、で薄切りです。千切りにした生姜をちょっとずらしておいて、端から切っていきます。はい、これで生姜の千切りができました。ではニンニク醤油ダレを作っていきます。ここにお醤油が入っていますので、ニンニクすりおろします。このニンニクの量は好きな人はたっぷり入れてもらって大丈夫です。お砂糖、これはお醤油の味をちょっとまろやかにするために入れています。そんなに甘くする感じではありません。そしてごま油、これでタレの辛みが良くなります。でね、ニンニクってねこう混ぜてるとね、あのちょっととろみがつくんですよ。ほらニンニクのすりおろしたニンニクってこういう風に、なのでねニンニクダレってすごい辛みが良くなってね、そういう意味でもニンニクダレすごいいいんですよね。はい、これでニンニク醤油ダレができました。ではフライパンで作っていきます。まずフライパンにお水を入れます。そして火にかけます。
騰してきました。沸騰してきたらここにねちょっとだけねお塩を入れときます。ここにちょっとだけお塩ですね。でちょっと混ぜて、そしたらここに生姜入れます。次に入れるのがネギです。この順番が大事です。さあネギを入れたらその上に万能鶏むね肉を乗せていきます。ちょっと手が熱いのでね一旦火を止めます。でこの上にね乗せていきます。さあ鶏肉が全部入ったらこれでもう一度火をつけます。普通は鶏を先に入れてそして上からネギを入れて蒸すって思ったかも分かりませんけれども、こういう風にやるとねネギのお座布団の上に鶏が乗っていますのでねこの上で上手に蒸すことができるんです。じゃあこれで蓋をして中火で3分から5分蒸していきます。ではだいたい4分ぐらい経ちましたので中を見てみたいと思います。こんな感じ。ほらいい感じで蒸し上がりました。でこの蒸し上がりの目安はねちょっと鶏肉の分厚そうなところにお箸を刺してみてスッと入ればこれで大丈夫です。では火を止めますね。ほらちょうどね蒸し汁がなくなっている感じ。そして全体を混ぜます。これね鶏肉がね蒸し汁に浸かっていないことでね鶏の旨味がどこにも逃げてないんです。でしかもね片栗粉もみ込んでいるのでね旨味をキープしてくれるんですよね。なので今ツルンツルンな状態で仕上がっています。でネギの方は最初に入れた塩味でこれで甘みが引き出されてとっても美味しくなっています。さあこれでひと混ぜすれば出来上がりです。できます。鶏胸肉とネギと生姜のポカポカ鶏を重ねて蒸せば出来上がり。ニンニク醤油だりでパンチを効かせればシンプルイズベスト&パワフル元気もりもりな一品です。では早速食べたいと思います。いただきます。蒸し物、これは湯気までごちそう。ではまずはこのまま。万能鶏むね肉しっとり柔らか、これはもうワイドおなじみのフレーズ。今回はね蒸しているのでねこのしっとり柔らかプラスつるんです。揉み込んだ片栗粉がね表面で固まってねつるんとしたねなんといい柔らかい食感になります。以前万能鶏むね肉のトマトシチューを紹介した時に焼かずにそのままスープに入れることでね独特のつるんとした美味しい食感になりますっていうのを紹介したことがあります。その時のつるんとした食感にすごく近いんですけれどもね今回のこの蒸し物とスープの決定的な違いはシチューとかスープの時はスープの方にも旨味が出ているんですけれども今回は水に浸かっていないのでね鶏の旨味がしっかり残りつつつるんとした感じ。この揉め込んだ片栗粉がめちゃめちゃ効いてます。つるんとしてしっとり柔らかくて旨味があってもう鶏肉がめちゃめちゃ美味しいです。そしてこの長ネギです。長ネギはね下に引いてましたけれどもね3分から5分と加熱時間が短いのでねネギの美味しさそしてこのシャキシャキ食感はしっかり残っています。でもね全体として柔らかくピタッとなっているのでね鶏肉のしっとり柔らかい感じとネギのシャキシャキ感これが口の中で混ざってめちゃめちゃ美味しいです。さらに言うと最初にちょっとだけ塩を入れたことでねネギにもちょっと塩味がついているんですね。あの塩味でねネギのね甘みが引き出されてねネギがめちゃめちゃ美味しいです。でねこれはね今いい感じの塩味でこのまま食べて十分美味しいぐらいの塩味になっています。でもねこれねちょっとタレをねかけるとねまた味に変化がついて美味しいんですよね。なので今回紹介したニンニク醤油ダレちょっとかけてみたいと思います。
ニンニク醤油めっちゃ合います。めっちゃ合う。このベースになっているのが塩味やからね、醤油が入るとまた新鮮な感じがするのと、あとねニンニクがまためちゃめちゃ効きます。このニンニクだれの方にねラー油とか七味とか入れてピリ辛にするのも美味しいかと思います。さて今回の万能鶏むね肉のネギ蒸しいかがでしたでしょうか。ポイントはフライパンに入れる順番です。下にネギのお座布団を引いてその上に鶏を乗せて蒸すっていうのが最大のポイントでした。そうすることによって鶏むね肉がね水に浸からずにふっくら美味しく蒸し上がります。あらかじめね万能鶏むね肉を仕込んどいてもらったらねもう本当に仕上げるのささっとできますからね、ぜひぜひ忙しい時のレパートリーとして加えてみてください。ネギと生姜で体も温まるし蒸し物なのでとってもヘルシーです。タレを変えることでね、いろいろ飽きずに食べてもらえます。忙しい時もね、上手に下準備してねちゃちゃっと作って美味しく食べて、また明日も元気にお過ごしください。今回もとっても美味しくできました。ぜひお試しください。本日のおまけ、万能鶏むね肉とネギのバンバンジー。万能鶏むね肉のネギ生姜蒸しにごまたっぷりのタレをかけました。一口食べればこれバンバンジーやんってなるポカポカうまうまの一品です。この動画を見て作りたくなったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。